原田洋平のニコニコチャンネル。本日はドラトットとオニギリングを体験してみたいと思います。ニコドラトットカモン。こちらは無課金のドラトットで、商品の URL は、こちらにあるのでご覧ください。このドラトットなんですが、日本のドラ焼きとイタリアのマリトットがコラボしたドラトットという商品です。今回用意した味はプレーン、レモン、ティラミスですが、まず最初はプレーンからいってみたいと思います。すごいクリームたっぷりだ。ドラ焼きの上に砂糖がかかってます。じゃあいただきます。クリームがすごいふわふわそうなの。中にあんこが入ってるんだよ、どら焼きだから。あ、匂いはどら焼きだ。ちょっと見てください。すごいでしょ。うわ、クリームとどら焼きがね、たくさんで、うまい。最初にイタリアが来て、後から日本が来る。はい、じゃあ続きましてレモン味カモン。うわはい、じゃあ次はレモン味なんですが、レモン味はですね、見えるかな、ここにレモンがねこうはみ出てるんですけどね。早速じゃあそこのレモン部分からいってみたいと思います。おー、すごい、あんこにクリームに切り刻まれたレモンがこう入ってるという感じなんですが、あ、匂いが急にレモンの匂いだ。じゃあ早速いただいてみたいと思います。あ、全然違うな。ちょっとレモン、イタリア、日本って感じですね。さっぱりして夏とかいいですよね、暑い時とかね。あのちょっとレモン部分食べちゃったんですけど、ちょっと寄ってくださいね。こっちこっちこっち。これクリームなんですけどレモン味がするんです。うん、中に入ってる刻まれたレモンは今度は外に出てないから、イタリア、日本、レモンですね。順番的にはね、たっぷりしますね。はい、じゃあお次はティラミス味です。カモン。はい、今度はティラミス味なんで、クリームの色がねティラミスで、ちょっとここら辺ティラミスっぽいでしょ。粉がかかってて、僕はねティラミス大好きなんで嬉しいですね。いただきます。美味しい。これもう最初ティラミスきますね。イタリア、その次あんこきます。日本、それからどら焼ききます。日本、イタリア、日本、日本っていう感じですね。これは美味しい。ティラミスとあんこって合うんだ。あ、これ一番好きなの大人の味ですね。ちょっとつけてください。あんこがあって皮があってもティラミスがあるというね感じですね。あ、この角度が違うから、あんこ、ティラミス、皮です。皮はやっぱ最後ですね。美味しい、うん、美味しいです。くらえ、ポン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 。これがおにぎりングってやつか。集え精霊の力よ。早速開けてみましょう。中に何か入ってるみたいですよ。なんか、お、卵の上にいくらかなが乗ってるリングだ。あ、こういうのが一個一個入ってんだ。へー、これです、これです。卵の上に、これいくらだよ。いくらじゃない。はい、乗ってますね。じゃあ2つ目パカ。お、これはなんだ、また分かりにくいな、これ。あ、あれか、ネギトロだ。面白い。では次行きます。パカ。え、これも何、全部分かりにくい。え、リアクションしたいけどできない。わからない、これが。じゃあ次行きます。バカ。これも分かりづらいぞ。なんだこれは。これはなんか切り身なんだろうな。はい、鮭かな。これちょっと分かりづらいですけど、なんか鮭っぽい感じもしますね。お、意外と分かりにくい楽しさっていうのもありますね。バカ。あ、これはあれかな、ん、角煮。おにぎりの中から角煮が出てきた。今っぽい、昔の昭和のおにぎりじゃないな。ここに出てきました。というので、おにぎりの中にリングが入っているというのがおにぎりリングです。ニコニコ答え合わせということで、これはですね、だし巻き明太だそうです。明太なんだ。さっきイクラとか言っちゃったけど、はい、というもので、というかその次、これ正解です。ネギトロ、ネギトロです。ネギいっぱい乗ってます。それからその次、これ謎のブロッコリー。これはですね、野沢菜だそうです。いいね、こういうなんか、なんだこれってツッコミも面白いね。絶対ブロッコリーだろこれ。野沢菜です。次が鮭って言っちゃったんですが、焼き鯖だそうです。渋いね。はい、最後は当たってました、角煮です。
こういう5種類を決めてみたいと思います。まずはだし巻き明太から。小指からいっちゃおうかな。大丈夫ですか？そっち系に見えませんかね。ネギトロ、お、ここまでしかいないぞ。もう限界見えてきてるぞ。それから野沢菜、もうほとんど指輪の機能なしてないですけど大丈夫ですか？焼きさば、最後角煮。こんな感じです。なんだろうこれ。でもなんか楽しい、なんか楽しい、よくわかんないけど楽しい。でもこれおにぎりがあるから具だってわかるけど、これだけしてたらこいつなんなんて思われないかな。大丈夫？個人店お願いします。はい、チーズ。ガチャガチャ自体がおにぎりの形してるんですね。なんかこれ子供たちとか楽しそう。中にこのリング取った後でもなんか入れたりとかね。後から気づいたんですけど、リングを、ね、調節できるんですね、太さがね。だからいろんな子供でも大人でも大丈夫ということですね。ニコニコ。種類はなんとこんな感じだぜ。今回は5回回して5個全部やっちまったぜ。今日の感想なんですけど、まずドラトットは、まあ、イタリアと日本の融合ということで非常にひんやりスイーツなので、これからの夏の季節にはぴったりだと思います。で、続きましょう。おにぎりングなんですけど、おにぎりングも、まあ、子供は純粋にね、おにぎりの具をつけるっていうので楽しめますし、大人もこんなのが指輪になってるのかよみたいな感じでツッコミ含めて楽しめると思うんでおすすめです。はい、じゃあ今日の動画が良かった人はグッドボタンと、チャンネル登録をよろしくお願いします。最初はハラハラじゃんけんポン。